ここか。武器が取引されるという町は。雲の流れが速い。いつかの日と同じ空だ。戦続きだな。兵隊はつらいぜ。金はいいが命には代えられん。辛抱しろ。苦国はいずれ大きくなる。城の兵隊様、油を買っていただけませんか。直にせがねが城にお仕えします。おびきも送りたいんでさ。下人めが近寄るな。その不臭、鼻が曲がる。え、それは失礼を。おい、いいのか。構いやしねえ。どうせちっぽけな命だ。小梅を潰すのと変わらねえさ。苦国は大きくなるんだからな。兄さん、どうして、どうして父さんは死んじゃったの。何が苦国だ。王様は国を広げるだけ。俺たち下人は虫けら扱いだ。親父は殺されたんだ。クソにたかるハエのようにな。お前、光王子か。ために祈る王子がいるなんてな。罪人は見つけ出し必ず罰する。そいつが死んでも不平等なのは変わらねえ。下民でいる限り惨めな暮らしをするしかないだろう、王子殿。光でいい。そなた名は何という。リツ・ミシュよ。覚えとけ。俺は上へ行くぜ。ああ、忘れない。ミカ、もう泣くな。見てやがれ、光。俺は、成り上がる。親父に見えるくらい高く、あの空まで。さて、取引の詳細を確かめねば。火山の知る商人アズマとやらを探すか。これでどうだ。
毎度。いただくもんはいただかないとね。しかし、あんた見どころありそうだ。あの火山が組むなんて。わしの目は人と酒を見極めるとか言ってたからね。富国との取引の噂は知ってるよ。ウェルグローブの奥地で密かに行われるって話だ。富国としては国の戦力を左右する大事な取引だ。警備も厚いだろう。ま、用心していくことだね。助かった。礼を言う。これは戦局を左右する重要な任務だ。その護衛は大役だぞ。リツ・ミシオ兵隊長。光栄に存じます、将軍殿。聞けば下民の出らしいな。よく上り詰めたものだ。無事に武器を持ち帰れば陛下はさらに認めてくださる。全力でお守りします。遊ぼう。私の獲物だ。掃除する。いざ。容赦せんぞ。政治はいい。剣が下げる。ここから容赦せんぞ。よし、富国の誇りとともに。ここでやる。行くよ。そうだ。さてと、こちらに。容赦せんぞ。政治はいい。戦が下げる。遊ぼう。行くぞ。容赦せんぞ。まだまだだな。
国将軍ローと申す。王の使いとして取引に参った。言葉はいらん。出すものを出せ。確かに。拍子抜けだな。馬車へ荷を運ぶか。光王子、その武器持ち帰らせません。俺は苦国を変えるためそなたらと違う道を歩んだ。できるなら戦いたくはない。引いてくれ。光、反逆罪に問われていますぞ王子。その首を取れば陛下が褒美を下さる。この道を遮るなら斬る。来た来た、獲物だ。出番か。さあ行こう。ここからだ。容赦せんぞ。富国の誇りと共。強い。寝ていろ。そなたらでは相手にならん。律、殿下、生きておられたか。その2、置いてさっさと去れ。わざわざ邪魔しに来やがったのか。ちょうどいい。借りを返せるぜ。律、もう容赦はしないぞ。俺は新たな王となり、苦国を血の流れぬ国へ導く。大層な志だが、その剣は何だ。その剣は血を流さねえってのか、光。クケは長年戦を繰り返し、無数の犠牲を生んできた。無限が王である限り、それはこの先も変わらん。だがこの剣で断ち切る。道を誤りましたな、殿下。無限様に従うべきだった。老将軍、そなたは父の腹心だったな。剣を収めてくれぬか。そなたとは戦いたくない。私が忠誠を誓うのは苦国、王が変われば従うまで。この任務は新たな王の厳命。引くわけにはいきませぬ。引かせたくば力ずくで参られよ。もっとも、富国のアラウスと呼ばれた我が双剣、容易に俺はしませぬぞ。かつて父を支えたその剣と剣を交えることになろうとは、やむを得まい。ならばこちらも剣を抜くまで。
押し通る。楽しそうじゃねえか、光。光様、覚悟。布告が将軍、荒牛の牢。いざ参る。こちらの番だな。ここからだ。いや、いざ。行くぞ。こちらの番だな。殿のために。いや、いざ。こちらの番だな。行くぞ。いざ。こちらの。いざ。ここからだ。いや。行くぞ。あのクソの木を撒き散らしたいんだろ。俺が手を貸してやるよ。この、ここからだ。殿のために。滅散。さあ、光、最後だ。真っ赤なやつを派手にぶちまけようぜ。にゃっ。この猫かぶりが。だが、それもいつまで続くかな。貴様は消えろ。光様、影が迫っているな。覚悟されよ。いずれその力に飲まれますぞ。将軍殿。引くぞ、立兵隊長。しかし。王になんざなれねえぜ。俺に撃たれるからな。帰国で待つ。リツ、俺はどうしてしまったのだ。もうあれを御せないというのか。このままでは俺はまた友を傷つけてしまう。将軍殿、なぜ私を止められたのですか。貴様は知らぬのだ。クケ
家の呪われた地を。かつての戦で私は見た。先代が荒れとなり、七から九国を勝利へ導いたのだ。敵の軍勢を皆殺しにしてな。あの力、逃げおおせただけ幸運と思え。死か、死とか生まれとか、なも知るか。だが陛下の命を仕損じた。罰は受けねばな。将軍殿、陛下が手を下すまでもね、あんたごときに。貴様、何を。しくじったのはあんただ。俺までおめえはかぶりたくない。だからこうさせてもらうぜ。待て。その間抜け面で陛下に詫びろよ、将軍殿。ひとまず目的は達した。さてこの大量の武器だが。光殿、ことがうまく運んだなら、私がいる竜の宿場に武器をかっぱらってきてほしい。敵の爪をそぎ自らの爪とする。これぞ強きわしよ。火山のやつめ、無理を言いおって。火山様。おお、光殿、うまく武器を奪えたようだな。やれやれ、これでは賊と変わらん。そちらの準備とやらは順調か、火山。何をにやけている。かつてない強敵との戦だ。軍師の血がたぎるのよ。心強いな。飲もう、今宵は共に。だから早い、戦の前に祝杯をあげるな。おっと、お次は雷鳴殿の説得だったな。先代ジゴ様の命により、メイケは東大陸の拠点を任された。ストームヘイルという北の雪深い地に城を構えたらしい。分かった、そこへ向かおう。無事を祈るぞ、光。そなたもな。次に会うのは戦場だ。すまじ、クコクの暴君め。
我が国との敵ちぎりを保護にしよったな。少子ちぎりなど破るためにある。いかに破るか、それが肝よ。あっけない戦でしたな、陛下。鎖国は我が国の拠点に、生き残りは兵ともなりましょう。さの者は一人たりとて生かすな。しかし数千はあります。中には赤子も。憎しみは力となりうる。目は積んでおけ。二度言わすでないぞ、アゲハ。御意。リツ・ミシュ、ただいま馳せ参じました。老将軍はどうした？指揮を任せたはずだ。あの者は裏切りました。光王子と通じていたのです。取引を王子へ密告され、武器は全て奪われました。私ができたのは将軍の首を持ち帰るのみ。ほう、貴様が討ち取ったと。この手で裏切り者の息の根を止めましてございます。褒めて使わす、リツ・ミシュよ。しかしあの軟弱、やはり生きていたか。国の奪還を狙い戦力を集めているようです。何をしようと、所詮は軟弱よ。下がれ。陛下、あの者の話を信じるのですか？やつの口など取るに足らん。しかし肝が気に入った。将軍の命まで利用するとは。リツ・ミシュが重用してやろう。変革の時は近い。時期に世は戦の豪華に包まれる。